まあいいよ。あの中で聞いてればいい。いいんですか。うん、じゃあ大きい入っていいですか。はい、すいません。はい。ナオミさんも中で聞いてていいですよ。荷物とか大丈夫ですか。豆乳は持ってかれない。豆乳だ。白焼き姫。まず撮っていいですか、これ。はい、じゃあ、ドラえもんみたいな。はい、本当ですか。あ、大丈夫です。ありがとうございます。あれ、たまるよね。はい、すね。ちょっとごめんなさい。そしたら、ではゆっくり入っていきましょう。はい、はい、こんばんは、カンペトーマです。よろしくお願いします。お願いします。4週目来ちゃいました。はい、そうですね、今日はもうかぼちゃを食べてきましたので。あー、そうですね、そうですね、元気に過ごしております、おかげさまで。ようやくですね、はい、復調しました。大変だったもんね、風邪ね。結構、本当にね、今年の風邪が長くてね、やっと年末に向けてホッとしてるところです、うん。これから舞台もありますしね。そうなんですよ。良かったですね。まあ稽古場とか行ってもみんな結構やっぱりね、波があるんですよね。こう体調いい人悪い人がこう全員が同時に良くなるわけでも決してないので、あ、そう今になってね、その風邪のピークっていう人もいるので、まあなかなか大変な感じになってますね。はい。そうだね、喉が使う人はそうだよね。そうですね、もう気をつけてるよね。私たちは一瞬だけだけどね。はいはいはい、そう、ずっと疲れ、使われてると ね、うんうん。でもまあ日頃からやっぱりこう喋れないとか、こうあの鼻が詰まってるとかってすごいそれだけでストレスになるじゃないですか。そうですね、夜もね眠りが浅くなってしまったりとかするんで、うん、やっぱり風邪は万病のもとだなってすごいね今年思いましたね。うん、はい、一人っ子元気に育ちました。チーズ嫌いもなく。あ、好き嫌いは全くないですね。まあ、あの美味しくないと思っても美味しいと言って食べなさいと、うん、そういう教育をされてしまったしまったって言っちゃいましたけどね。そういうの教育だったので、だから逆にこう嫌いなものがあるっていう感覚が全然ないんですよ。私もないわ。なんかそれってちょっとなんかその気持ちってどんなだろうっていう立場に羨ましいなっていう部分もあって、わあ僕絶対これだけは食べられないんでっていう弱点じゃないですけど、でなんかそれはそれで一つ羨ましいなって思っちゃったりもするんですけどね。知らない感覚だよね。わかんないですね。そうか。で私たちもあのライブにね、あ、そうですね、行くことになって今度、はい、ありがとうございます。はい、ね、お待ちしております。大笑いなんでしょ。まあ、全員がちゃんとやることをやれば大笑いになるはずなんですけど、ちょっとでもね間が狂ったりするだけでもダダ滑りっていうのがね、あ、あるので、あ、でも笑いってリズムやっぱありますもんね、舞台はね、やっぱりね。そうですよ、もうね、うん、トントントンと来てる中でいきなりこう一人何かあってなっちゃうだけでとか、うん、まあ、それもまた自然にこうふと閉じっちゃったりとか、そういうのだといい場合もあるんですけど、うん、あと狙いすぎるやつが本番でいきなり出てくる、あ、そういう本番だって急になんかやる気になっちゃってみたいな、そういう人がねたまにいるので、それで、ね、仲間からものすごい後でね、もうあいつはなんだってここ一番ね、なんか変なスイッチが入っちゃったりとかするみたいな。そうなんですよ、なんで今までやんなかったことをね今日やるんだって、うん、言っちゃうんだ、どれだけだね、そう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 って言っちゃうんだね。そうなんですよ、ね、まあそれも楽しいね。本番は大笑いするの間違いないね。なるほど、だといいね。なんかすげえ笑い声聞こえるなと思ったらこれなと思って、うるせえよぐらいな。でもそういう方がいるとまた出てる側も乗ってくるので、ね、よりやっぱり、ね、いい流れになりますよね。まあライブとかでもそうですもんね、やっぱりオーディエンスの反応とかによってやっぱ違いますよね。全く違いますよね。じゃあ応援しよう、ぜひ、ね、盛り上げていただければ任せて、あ、言っちゃいましたね、盛り上げていただければって。今日やりやすかった。そうですか。衣装はやっぱり派手な方がいいかな。いや、もうそうですね、こちらから分かりやすいような、分かりやすい、言っちゃった。もうぜひ、すごい人いるよね、あれね、僕のお客さんなんですよ、みんなに言いたい。分かりました。はい、オーダー出ました。え、あれを着て、分かった、これをかぶって、ね、あれをかぶって、分かった、うん、トーマ君、想定外なことが起きますよ。いや、もうあのぜひ女王様のような感じでよろしくお願いしたいと思っ
もうズルズルに引きずってくるぐらいの感じでです。階段下まで伸びてますけど、私おもちます。すさまじい。お月がね、大変だよね。また私のすさも持ってるよ。一だす俺が持ってる。そうそうそう。バカ者って感じ。他の方から見て出演者かなって思われるぐらいの。あれ演出だと思ったら、結局出なかった。ここまでの女優ライトがあるのよ。はいはいはい。あ、本当だ。自ら持っていくっつうのどうしよう。いいですね。照らしてる人がいるけど、関係者じゃない。ただのお客さんだし。まださ、行ってないのに来るのも。すでにね。もう今行くよって言うだけだね。ありがたいことでございますよ。こんだけ楽しみにしてるってことですね。はい、ありがとうございます。出会ったばかりに一生ってことで。ありがとうございます。はい、さあ、じゃあ今日は、まずは生演奏で聞かせていただきましょう。はい、今日は何曲か。そうですね、今日は、まあ、クリスマス近いのでクリスマスっぽい曲っていうのが普通だと思うんですけど、はい、全く関係のないものをですね、持ってまいりまして、しかも夜なのにグッドモーニングというタイトルがあるんですが、はい、まあ、ただちょっとね、この気持ちって僕すごく大切にしているぞという曲で、とにかく毎日頑張っていかなきゃなという気持ちをですね、年末最後の最後まで持っていければということで、歌わせていただきたいと思います。グッドモーニング。始まりの鐘鳴り響く、まだ薄暗い部屋に光が差す。洗濯物たまって面倒くさいな、間に合わない、同じ時間に家を出て行くから、僕のこの手で何ができるか知りたかった、あの頃忘れたくない、朝日浴びたら目が覚めるから、何か続ける一日始まる、満員電車の周りの人を見ていても、みんな同じ顔、何の表情もない、僕もきっとそうだ、辛い顔見せるのかっこ悪い、それって頑張るふりしてるだけかな、僕のこの手で何ができるか知りたかった、あの頃忘れ
ありがとうございました。